皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡解説の続きをしていきます。前回はなぜ莫大な費用をかけてまで打ち上げるのかとか解説してたな。まだ前編を見てない人はまずそちらから見てね。再生数稼ぎオツ。それならもう一度同じ解説をしようか。解説の水増しかよ。まあ今回はマリサをワクワクさせるようなお話もあるから楽しみにしててよ。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡って魔法が使えるのか？期待には答えられないわ。さて、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は何度も延期を繰り返し、2021年12月22日にようやく打ち上げられるわけだけど、開発計画自体は1989年から始まってて、使用の決定や観測目標の設定、予算の獲得など様々な手続きがあり、1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡に不具合が見つかり、ろくな観測ができない事故が重なったことから開発の開始が遅れてたわ。ハッブル宇宙望遠鏡って修理したんだよな。そうね、軌道上で修理ができるように設計されてるからね。まあ、まさか本当にやるとは思わなかったけど。何か難しいことでもあるのか？まず、修理費用がハッブル宇宙望遠鏡の開発製造コストより高くつくことと、難しい作業なのに工数も多く時間を定めた作業テーブルが分単位で決まってるから、船外活動をする宇宙飛行士に多大な負担をかけてしまうし、疲労とプレッシャーでミスをしてしまうと宇宙飛行士の生命に関わる事故を起こしかねないから、NASA とかも当初は修理に消極的だったんだけど、全米科学アカデミーをはじめとする科学者たちが機械になんとか修理してくれとロビー活動をした結果修理することになり、NASA は経験豊富な宇宙飛行士を選抜して長い時間をかけて徹底的な訓練を施し、最初の修理ミッション STS-61 が1993年12月に行われたわ。それで治ったのか？これを見て。左が修理する前で光を集める鏡がわずかに歪んでしまってるから光が一点に集まらずボケてしまってるけど、修理ミッションでその集まらない光を補正するカメラ一式に交換したからピンボケが治ってるわ。見事な銀河だな。これはメシエ100という銀河でね、直径はおよそ10万7千光年、地球からおよそ5500万から6千万光年離れたところにあるわ。そんなに離れたところにあるのによくこんな感じで撮れたな。ハッブルのおかげで天文学は随分と進んだわ。進んだのは分かったけど解説が全然進んでないな。今回はハッブル宇宙望遠鏡の解説じゃないだろ。今日は天文学におけるハッブルの功績と地上望遠鏡の発展についてじゃなかった？ちげえよ、今回はジェームズ・ウェッブの話だろ。あ、そうだったね。オタク特有の話が違う方向に飛んでいくのなんとかしろよな。じゃあ話を戻すね。そうしてくれ。1996年に次世代宇宙望遠鏡計画と名付けられて予備設計や予算の見積もりなどが始まったんだけど、当初の予算はたったの5億ドルだったわ。5億ドルって結構な大金だぜ。ハッブルの時もそうだったんだけど、ジェームズ・ウェッブもその時の最高水準の観測技術を投入するから5億ドルで済むはずがないんだよね。ハッブルだって当初3億ドルで作るはずが最終的に20億ドルになってしまったし、まあハッブルの場合はチャレンジャー号の事故で打ち上げが延期になって、その保管料が月に600万ドルもかかってたからそのせいもあるんだけどね。600万ドルも何にかかってるんだよ。クリーンルームの維持費と酸化や汚染、湿気などを防ぐための乾燥窒素の充填とかにかかってるわ。へえ、そんなこともやってるのな。これはハッブルだけじゃなくて人工衛星や探査機の輸送とかもそうで、コンテナに収容した後窒素を充填して空気を追い出しているわ。こういうのを窒素パージって言うんだけど、言葉だけでは窒素を追い出しているかのように聞こえるけど、実際は窒素を充填して空気を追い出しているわ。まあ窒素でパージって感じね。結構デリケートに扱うんだな。さて、ジェームズ・ウェッブ開発計画予算がたったの5億ドルになってしまったのにはある背景があったわ。何があったんだ？宇宙開発全体の予算を節約してるのよ。どういうことだ？当時の NASA は巨大でいろんな機器を搭載した大環境法的な人工衛星や探査機を開発してたんだけど、開発に時間がかかる上に1機あたりのコストも半端ないし、多くの人的リソースを消費する。たくさんの機器を搭載すればそれだけ重くなり、打ち上げコストが重くのしかかるし、機器が多くなれば故障リスクも増すってことで、
1990年代から、ファスター、ベター、チーパー、より早く、より良く、より安くというスローガンを掲げて、要は、機能と目的を絞った小型探査機を短い期間と低予算で開発して、さっさと打ち上げてしまえってやつで、これは運営コストが高騰し続けている NASA にとって重要な使命でもあったわ。NASA がコストを意識するなんてなんだかに合わないな。NASA 上層部や議会は、ジェームズ・ウェップにもこのスローガンを当てはめてて、既存の技術をなるべく流用して5億ドルで完成させ、2007年頃に打ち上げよということだったわ。まあ、本当にそれができるんだったら安いものだな。無理よそんなの。なんでだ？ファスター、ベター、チーパーが実現できるのは、NASA がこれまで莫大な先行的研究開発投資をしてきたからであって、最先端の観測技術が必要なジェームズ・ウェップには当てはめられないわ。なるほどな、もともと大きな予算が必要な計画なんだな。その後、予算内で観測目標を達成するためには、どういう設計でどういう技術が必要なのかなど、予備調査をした結果、翌年の1997年には、当初見積もりの2倍となる10億ドルが必要と見積もられ、2000年にはおよそ18億ドルかかると見積もられ、打ち上げ目標を2007年から2009年に変更したわ。どんどん膨れ上がっていってるけど、何があったんだよ。鏡を大きくしないといけないのよ。わずかな赤外線を捉える必要があるから、たくさんの技術的課題があるわけだけど、とりわけ大きな課題は、天体から放出された赤外線を集めるための鏡の問題でね。この鏡は大きければ大きいほど、たくさんの赤外線信号を集めてくれるし、反射率が高ければ高いほど、より効果的なんだけど、あんまり大きくすると重くなって打ち上げられないし、サイズ的にロケットに搭載するのが難しくなるわ。鏡ってそんなに重いのか？ハッブル宇宙望遠鏡では直径 2.4 メートル、およそ830キロあるわ。これだけで1トンに近いのかよ。この鏡を支える構造体やロケットで打ち上げる際の衝撃に耐える構造、観測装置や姿勢制御、各種センサーなどなど全部合わせて11トンあるわ。よくそんなの作れたな。ちなみにね、鏡は熱による膨張や収縮を極力抑えるために超低膨張ガラスってのを使ってて、このガラスのことを一般的に ULE ウルトラローエクスパンショングラスと言うんだけど、これ自体がとても重くて地上で作ってる最中にわずかに歪んでしまうから、中の構造体を軽量さと頑丈さを合わせ持つハニカム構造に加工しているわ。ガラスのハニカム構造なんて見たことないな。一方で反射面となる鏡面は25ミリ厚の ULE で、10ナノメートルの精度で研磨されているわ。どんだけ精度が高いんだよ。この鏡の製造を受け負ったパーキンエルマー社は延期を繰り返しながらも5年かけて磨いたわ。研磨職人の朝は早そうだな。もう一つちなみにね、パーキンエルマー社は当時の最新技術を投入して研磨していたんだけど、一方でパーキンエルマー社はコダック社に鏡の製造を下請けに出していたわ。どういうことだ？パーキンエルマー社は最新技術で研磨精度を達成させようとしているわけだけど、NASA はその最新技術でうまくいかなかった場合を考えて、パーキンエルマー社に対して従来の研磨技術を使った鏡製造をコダック社へ依頼するよう要求したわ。へえ、ということは最新と既存の2つ同時に並行で作っていくのか。そうね、結局パーキンエルマー社の鏡が完成したからそっちがハッブルに搭載されて宇宙へ。コダック社が作った鏡はアメリカの国立航空宇宙博物館に展示されてるから、気になる方、お近くにお住みの方はぜひ。ちなみにお土産話ばかりで物理的なお土産がまだ来ていません。スミソニアンまんじゅう、スミソニアン提灯、スミソニアンペナントなどお待ちしてます。アメリカにそんなもんあるわけないだろ。さて、そんな 2.4 メートルの鏡を作るだけでも、軽量化のためにいろいろ工夫して精度を出すために試行錯誤を繰り返したわけで、ジェームズ・ウェップの鏡は目標達成のために直径6メートルから8メートルにする必要があったから、そんな巨大な鏡をどうやって作るのか、軽量化や大きさの問題はどうするのか、課題が山積してたわ。確かに3倍以上でかいわけだからな。ロケットに搭載できる大きさにするには、宇宙空間で何かしらの方法で展開する必要があるけど、そんなギミックを採用すれば軌道上で展開に失敗したり精度が低くなってしまう可能性があるし、その大きさゆえに重くなってしまうのと、展開ギミックでさらに重くなってしまい、ロケットやスペースシャトルでは打ち上げられなくなるわ。じゃあどうするんだ？ベリリウムミラーを採用するわ。ベリリウムってあのベリリウムなのか？他に何かあるの？いや、ベリリウムってな、緑中石とかから産出されるもので、
緑中石は元素によっていろんな色の鉱石に分かれるんだけど、その中でも特によく知られてるのはエメラルドだな。エメラルドって透明度が高く内包物が少なく緑色が濃く明るいほど価値が高まるんだけど、原石の状態からすでに傷のような不純物を中に含む状態、つまりインクルージョンがあるから、大体のエメラルドはオイルに浸してインクルージョンを目立たなくする処理がされてるのが当たり前で、逆にインクルージョンがなくオイル処理をしていないものを無処理エメラルドとかノンオイルエメラルドといって高い価値があってな。はいはい、やめやめ、キリサメマリサの宝石万歳コーナーは別でやってね。これまでずっと宇宙解説を聞いてきたんだからたまにはいいだろ。自分でコーナー作りなさいよ。その時は聞き手になってくれるんだよな。さて、ベリリウムで作られたミラーは、これはひどい。一足早く開発が始まったスピッツァー宇宙望遠鏡ですでに採用されてて、ベリリウムミラーは軽量で頑丈、熱による歪みが少ないからジェイムズ・ウェッブでも採用されて、アメリカのユタ州で採掘されたベリリウムを加工し数十ナノメートルの精度で研磨されたわ。これってどんだけの重さがあるんだ？ミラー1枚の直径が 1.32 メートル、およそ20キロあって、それを18枚組み合わせているわ。ということは全体で320キロくらいあるのか。でもベリリウムって銀白色なはずだぜ。これ金色をしてるけどコーティングしてるのか？そうよ、赤外線をよく反射させるために金でコーティングされていて、その厚みは100ナノメートル厚よ。まあそのせいで黄色より短い波長が金に吸収されちゃうから可視光観測ができないんだけどね。それで赤外線観測に特化しているのか。この18枚の鏡は折りたたまないとロケットに収容できないし、鏡それぞれを調整する必要があってね。鏡を六角形にすることで折りたたみと拡調整ができるようにしているわ。それでこの形なのか。でも鏡を調整ってどういうことなんだ？動かすのか？そうよ、18枚の鏡を1枚鏡として機能させるためにそれぞれを調整させないといけなくて、高精度モーターを1枚あたり7個搭載して5ナノメートルごとに押したり引いたりして調整できるようにしているわ。もはや想像がつかない精度だな。ちなみにこの鏡の研磨を請け負ったのはアメリカのケンズレイラボラトリー社というところで、見学に行くと撮影が禁止だから持ち物はすべて預けて空港みたいなセキュリティゲートを通るし、ベリリウムって毒性があるから体に付着しないように服と靴を脱いで専用のクリーンスーツみたいなのを着ないといけないし、会話中に唾が飛ばないように医療用マスクもするし、万が一ベリリウムを吸ってしまっても会社を訴えないし自己責任という誓約書と、ベリリウムは研磨が難しく高度な技術だから見たものは絶対に口外しないし、口外した場合の賠償責任の誓約書まで書かされるわ。へえ、最先端技術が使われてるだけあってか厳重だな。そこで18枚の鏡と予備の3枚を2009年から12月から1年半かけて製造したわ。そっか、何かあった時のために予備も作ってるんだな。最後に一つお知らせがあるわ。なんだ？打ち上げが延期にされて12月22日から24日になったわ。またかって感じか？むしろ生きてる間に打ち上げるんだと思うレベルよ。もうハッブルのように修理とかいけないから慎重に進めてほしいと思うわ。莫大なコストと時間がかかってることだしな。さて、今日はここまでね。次回は続きを解説していくわ。まだ全然進まないところを見るとこの先長そうだな。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。そういえばベリリウムミラーってどうやって磨いてるんだ？霊夢ちゃん覚えてない？